ございます。31度。めっちゃ暑いです。皆さんね、今日は36度まで上がるそうなので、熱中症にはぜひ気をつけてください。はい。今日は最高の一日にしましょう。ではね、バイバイ。リングはこれから新木場駅から、京葉線に乗って、お隣の、葛西臨海公園まで行きます。それで葛西臨海公園に行ってしまって、葛西海浜公園まで行きたいと思います。ではね、バイバイ。ロッテリアモーニング美味しそうです。ね、何パンケーキとか TKG 風ご飯バーガーとかある。トマトチーズリゾットとか美味しそう。今日ドトールさんやってるね。ドトールさんのモーニングセット何？ B セットがスモークチキンと野菜、和風マヨソース420円。A セットハム卵サラダ420円。C セットジャーマンドッグ398円。あ、なんか見て見て、パンの種類が違うんだね、ほら。おいしそう。イエイ、あ、スモークチキンと半熟卵もうまそう。やばい、食べたい。はい、おすすめでーす。次は葛西臨海公園。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。まもなく葛西臨海公園。葛西臨海公園。お出口は右側です。The next station is 葛西臨海 Park, JE6. The doors on the right side will open.
動き出してから3分です。この電車は10両です。次は新木場に停まります。なんかこの辺を持つと意味で、あ、結構腕が疲れんな、この高さだと。この辺だと楽なんだけどね、気がつくとあのこの丸の中に収まってないのよ。ほら、2台持ちだからさ、改札カメラ。とりあえず今1台だけ稼働してる。ほら、こんな感じで素敵なのよ。ね。じゃじゃーん。あそこにね、ほら、葛西臨海水族館とか、あれの。じゃじゃじゃーん。ちょっと待ってね。ね。こんな感じでガチャガチャもいっぱいあります。到着。あ、さっきちょうど来た。じゃじゃじゃーん。はい、駅前広場噴水公園。イエーイ。髪の毛染めてないのよね。やばいわ。一階駅前広場でございます。はい、到着。お目当ての反対のドアが開きます。じゃじゃじゃーん。はーい、到着でーす。イエイ。ちょっと待ってね、せっかくなので。暑い。うおー、暑いよ、暑いよ。うおー、見て、最高。うわー、最高。最高、見てこれ。うわー、最高。はい、リングは今葛西、臨海公園のバスロータリーのとこにいます。このモニュメントと、あとダイヤとお花のあれ、観覧車と、あと噴水が見えてます。最高、いいお天気、最高。一旦止めるね。あ、いいね、最高。
い、ありがとう、最高。暑い。ハロー、YouTube、ハロー、ニコニコ。リングは今、葛西臨海公園に来てます。暑い。これから葛西海浜公園に向かっていきたいと思います。ちょっとね、マスクしてたんだけど、ちょっとさ、マスクのさ、跡がついちゃってんのよ。ほら、日焼けで。ファンデーションは塗ってきたんだけど、ちょっとここ歩くのにさ、海に行くのに、まあ別にマスク夏の間はね、外してもいいみたいなこと言ってたしね。まあ、ソーシャルディスタンスは全然問題ないので、ちょっと今、外します。じゃじゃーん。暑いのよ。もうさ、一番最初にやってきたわよ。じゃじゃーん。はい。最高なのよ。イエーイ。ということでね、向き変えよっか。だって、もう一回、ちょっと待ってね。おはよう。暑いね。もうね、最高なのよ。暑いのよ。今日すでに31度よ、この時間で。36度まで上がるそうよ。もう、死んじゃうわよ。ちょっと待って、日陰を歩こう、日陰。日陰。どこかな？あ、こっちの方がいいか。でもね、ちょっとここ真ん中が綺麗だからさ、ちょっと待ってね。これちょっと待って、こっち、あれ、なんで変わんないんだろう。あれ、ここ、あ、間違えた。こっか、こうだね。綺麗でしょ、もう最高なのよ。じゃじゃじゃーん。もう夏でございます、皆さん。はーい。真夏。見て、ほら。じゃじゃじゃーん。ひまわりもかわいいよ。ほら。じゃじゃーん。めっちゃかわいいです、ひまわり。誰のために咲いたの？それはあなたのためよ。はい、だそうです。じゃ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 ーん。こんな感じ。イエーイ。こっちの方がいいかな。ちょっと待ってね。暑い。花。おはよう、花ちゃん。じゃ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 ーん。どうよ。かわいいでしょ、ひまわり。じゃじゃ、あ、こっちそんなにいっぱい咲いてるように見えないね。こんな感じかな。はい。これからね、皆様をひまわりの綺麗な、葛西臨海公園の、この大通りをご案内いたします。なんてね。てか、ニコニコでやったっけ、ひまわり。もう超綺麗よ。てか暑い。31度なのよ。死んじゃうわよ。もうなんとかしてほしいわよ。でもね、海見たいでしょ？海。もう、海見たいよね。海に行きたいかー。あ、元気がないな。海に行きたいかー。海は見たいかー。あれ？返事がないな。返事がない。みんな海見たくないのかな？じゃん。暑い。ちょっと日陰歩こう。もうさ、
日焼け止めクリームとかは塗ってたんだけどさ、マスクしてるとさ、やっぱりさ、あれなのよね、あの顔がさ、マスク焼けでさ、しちゃって、だからちょっと今さ、ソーシャルディスタンス全然もう関係ないじゃん、ほら人いないし、だからね、マスク外しちゃいます。人がいるところはね、ちょっとまずいけどさ、さすがに。よいしょ、暑い。あ、見て見て、キッチンカーも出てるよ。じゃーん、かき氷とかさ、あとなんだろうね、あ、今日はあれもやってるよ、水族館。じゃじゃじゃーん、かき氷、かき氷と、あとホットドッグとかもあるね。カフェラテのかき氷もあるね。あ、違う、カフェラテがあるんだ、すごい。あ、レインボーかき氷があるよ、タピオカとか。じゃ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 ーん、イエーイ。ここ、カフェ、パークライフカフェ。ここはね、ハワイのさ、ロコモコとか、あとパンケーキとか、ハワイアン料理をね、あれしてます、メインに扱ってます。じゃ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 ーん。あ、イエーイ。お、ひまわりで元気と笑顔プロジェクトさん、うおー、あ、お水あげてくれてるんだ、ありがとうございます。イエイ。ほら見て、もう最高なのよ、こんな感じ。よし、これど真ん中でどうだろう、こんな感じなんだけど、すっごい綺麗なのね。こんな感じで、よいしょ、こんな感じがいいっしょ。ほら、うわー、かわいい、やばい、かわいい。夏だね、夏が始まって、いつかして傷つき疲れるけどもいいんだ、だっけ。ララ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 ラ映画じゃない、主役は誰だ、映画じゃない、僕らの夏だ。イエイ、暑い。はい、こんな感じ。今現在地がここです。はい、展望レストハウスクリスタルビューまで行きます。ちょっとね、クリスタルビューのところまでね、続いてるのよ。じゃーん、最高なのよ。じゃじゃじゃん、今係員さんがお手入れしてくださってる。うわー、ね、すごい。じゃじゃじゃーん、ちょっと待ってね。あー、くるくるになってたね、大丈夫かな。よし、これで大丈夫かな。見える？あ、なんか見えるかな、大丈夫？うわー、最高、最高だね。イエーイ、素晴らしいね。うわー、じゃ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 ー、はい、こんな感じ。うわー、最高。 はい、クリスタルビューでーす。暑いね、疲れてきた。じゃじゃじゃん、
つい。ほらすごい綺麗。うわー、じゃ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 ー、見て見て、展望広場と展望広場のところの花壇超綺麗。うわー最高。誰もいないね。ちょっと待って、あ、やばい、いきなり疲れてきちゃった。ちょっと待って、ちょっと一旦展望広場で涼むか。違う、クリスタルビュー。ああ涼しい。ちょっと待ってね。上に参ります。ドーン、あ、ちゃちゃちゃーん、ドーンに参ります。暑い。ドーン、クロージング、ドーン、クロージング。はぁ、暑い。ペンキの匂いがする。2階です。セカンドフロー。セカンドフロー。ドアオープニング。あ、今始まったばっかだ。下に参ります。ほら見て、見える？すっごいでしょ、超綺麗よ。ほら最高。これね、あの夏のね、花火をイメージしてるんですって。東京湾の花火すごいね。暑い。はあ、これでちょっと待って。おー、いい天気。あー最高。ちょっと海まで行く元気ないかも。ここで涼もうかな。暑い。こんな感じでもうしっかりポカリとあれもお茶もあるから、ちょっと水分補給しよっか。ここで、おー涼しい。イエーイ。トンネルを抜けるとそこは葛西臨海水族園と遠くにはディズニーリゾートが見えるのであった。じゃん、こんな感じ。じゃんじゃん。おー熱い。と見えないね。このくらいかね。ちょっと待って、あれが見えないよ。もう少し上か。こんな感じか。こんな感じだ。イエイ。あのアンドロイドの方がうまく撮れてない。イエーイ。熱い。あ、縦の方がいいみたい。イエイ。こんな感じ、こんな感じだね。みんな暑いね、汗だく。エアコンこんだけ効いてんだけどね、暑い。乾杯。熱っ。やばい、あっという間に一息で半分飲んじゃった。ちょっと待って、じゃあちょっと、でそろそろ行こっか。行きますよ、行きますよ。おー暑い。あ、でもね最高。もう夏の青だよ、空がね、少し曇ってるけど。うわー来てよかった。ほらそこでバーベキューもできるのよ。ほらチャ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 ーン、
下でね、言う予約なんだけどね。じゃじゃん、暑い、最高。あ、エアコンも効いてて気持ちいい。もう最高よ。もうこれがザッツクリスタルビューよ。めっちゃ綺麗なのよ。もう本当に素晴らしいわ。じゃじゃじゃーん、じゃじゃん、じゃじゃん。ほら、あ、こっからの方が見えやすいかな。見える？ほら、こんな感じ。ちょっと待ってね。よし、急ごっか、急ごう。おー、もうね、少し生き返った。暑くて、あー、風がありがたいわ。エアコンの風、エアコンの風ありがたい。はい、こちらね、葛西の水辺の歴史と、あと野鳥とかいろいろお魚とかあります。じゃじゃーん。おー、もうね、多分土日はねすごかったと思うよ。今週末はね、あ、先週末か、先週末はね、リングはもうバテバテで、もうお家から出てなかったけど、じゃ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 ーん。あと、ちょっと待ってね、これね、下に行くのに、そこ見たいじゃない？エレベーターで行くか、荷物が重いから。荷物だけはやたら重いのよ。本当に。じゃじゃじゃー。もうさ、クリエイターあるあるだと思うんだけどさ、充電池とかさ、めっちゃ重いのよね。あれ？あ、びっくりした。はい。ロンダウン、こんな感じ。はい、ドアが閉まります。どう？いいよ。熱い。一応日焼け止めは塗ってきたけど。ファーストベースメント、ドアが開きます。ドアオープニング、ドアイズオープニング。じゃじゃーん。はい、あ、ここね、そこに自販機があるんだよね。よいしょ。はい、クリスタルカフェ、あとバーベキューもこちらで予約ができます。そこ通れないからちょっとここ通してもらいます。それでね、あ、いちごミルクのソフトクリームがあるんだ。おいしそうね。おいしそうだね。よし、いちごミルク、あ、あれ、あ、開かない。出れないの？あれ、出れない。ちょっと待って、こっちも出れないの？通信になってるから。出れる？開いてる？あ、あ、ここ丸って書いてある。ここか。よし、ここ大丈夫だって。はい、すいません。じゃ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 ん。あ、ちょっと待って、クリスタルカフェさんでさ、いちごミルクのソフトクリーム始めたみたいよ。ほら、500円でございます。じゃあ、おいしそう、かわいい。今まだ営業前だったみたい。すいません。じゃあ、わー、きたー、じゃじゃーん。はい、展望広場です。綺麗でしょ？すっごい綺麗なのよ。それでさ、ここほら入れるようになって、ここも超綺麗。じゃじゃじゃん、見て、ほら素敵、最高。うわー、最高だわ。展望広場デザイン花壇、
日日草とかも超かわいい。いたたたたた、あ、蜂がいる。いや、蜂来ないで、蜂来ないで。蜂さん、呼んでないよ。はい。これ、9月の4日までね、この花壇が見れます。はい。それで、この多分ね、通路は歩けるんだけど、この花壇の中ね、こういうところは入らないでくださいとのことです。うわー、綺麗。おー、ヘリコプター来たー。おー、すごい。見えるかな？ヘリかっこいい。イエーイ。おー、かっこいい。イエーイ。すごいね。ヘリコプターやさ、あと飛行機が通ってるから、東京ヘリポートが近いから、結構この辺よく、あ、トンボがいる。トンボさんどっか行っちゃった。あれ。あ、いた。トンボがいっぱいいる。じゃ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 ーん。こんな感じで。見て、最高なのよ。ほら、千日紅もかわいい。トレニアも綺麗だし、ほら、ペンタスも。うわー、かわいいなー。じゃじゃじゃん。あれ、終わっちゃった？日日草も。ちょっと待ってね。見えない。あれ。終わっちゃったかな？あら。見えてるかな？じゃ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 ーん。見てー。かわいい。超綺麗。見えてるかな、みんな。見えてる？じゃ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 ん。ほら、最高なのよ。見て、これ、ほら、素晴らしいよ。こんな感じ。暑い。ぜひね、ここの中でね、写真とか動画とか皆さん遊びに気がてら撮ってみて、最高よ。ちょっとよいしょ。うわー、最高、素晴らしいです。ちょっと待って、見える？イエーイ。ね、最高だね。素晴らしいです。はい。ということでね、ニコニコもう終わり？大丈夫かな？ちょっと時間が見えない。途中で終わり。よいしょ。ちょ。あれ、もう終わり？見えない。これね、眩しくて見えないのよね。え？今なんか出たよね。なんか出たけどわかんない。ちょ。ちょっと待ってね。こっちも控えようか。花壇の中せっかくだから。ほら、見て、すごい綺麗、美しいよ。くれないだー。イエーイ。すごい綺麗。ほら、ケイトウ。ね、素晴らしいでーす。わー、綺麗。わー、ほら。これ、あー、蜂がいた。怖い。あ、違う。蜂じゃない、蝶々か。じゃじゃじゃーん。すごい綺麗。熱い。うわー。こんな感じで、ここはね、赤いね、花火のエリア。ほら、すごい綺麗でしょ。最高。うわ、怖い。蜂がいた、蜂。ちょっと、蜂。蜂もいるからね、みんな気をつけてね。よっしゃ。いろいろ、虫がいろいろいるので。じゃ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 ーん。さて、もう少しで、ビーチだよー。じゃーん。うわー。はい。暑い。
そっち側がね、潮風広場。なになに、公開、もう一回。よいしょ。はい。ごめんね、終わっちゃった。終わっちゃった。ということでね、これから、こっち側が、右側が葛西臨海公園。それで、ここの、あ、ちょっと待って。橋のところから葛西海浜公園に変わります。ではね、葛西海浜公園行きたいと思います。イエイ、うわー最高。ちょっと待ってね、はい、熱い、夏だー、海だー、東京湾の海です。うわ、誰もいない。最高。イエイ。ちゃちゃちゃーん。あ、来てよかったー。はい。おー、最高。こっち側がね、パークで。じゃーん。あ、サーフィンする人がいたのね。ね、じゃ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 、ウィンドサーフィンかなんかかな。ロングボードっぽいの持ってる人がいる。じゃじゃーん。あ、最高最高。よっしゃ、暑い。はーい、うわー、もうすぐ着くよー。うわー、暑い。あ、海の家があるのかね。海の家っぽいのがある。じゃ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 ー、ちょっと見てみる。おー、到着到着。あれはなんだろうね。じゃじゃーん、葛西海浜公園到着。よっしゃ、イエイ。あ、違うのか、あそこ。なんだろう、なんかあるよ。あ、海の家ではなさそうだね。あ、なんかやってるんだね。ほら、なんかやってるんだ。なんだろう、よくわかんない。え、何？あ、水質調査してんだ。あー、葛西海浜公園海水浴体験。へー、潮潮&水質調査。お、8月1日 29.9 度、干潮13時11分、満潮19時34分、水温 29.5 度。遊泳7時現在、透明度50センチ以上、本日60センチ、油膜常時は認められない、ゼロ COD 8ミリグラム以下、3ミリグラムリットル。うん、へー、大腸菌問題なし。あ、なるほどね。里海町。
あ、なんかいろいろイベントがあるみたい。なるほどなるほど、ご苦労様です。石谷さん、案内所より、はいはい、海水浴体験のお知らせをいたします。本日10時から4時まで海水浴体験を開催しております。あ、そうなんだ。海水浴体験はオレンジと黄色の旗と V で囲われた遊泳ゾーンでお楽しみいただけます。海水浴体験をされる方は必ず遊泳ゾーンの中で遊んでください。あ、海水浴 OK みたい。お子様は必ず保護者の方が競ってくださるようお願いいたします。だそうです。なお、お酒を飲んでの遊泳はご遠慮ください。はい、だそうです。その他、海水浴体験のルールに関しましては現地にあります看板をご確認ください。おタバコにつきましてはお手洗い裏の喫煙所にてお願いいたします。また感染症対策として他の人との間隔を十分にとっていただきますようお願いいたします。はい。繰り返し、西成田案内所より海水浴体験のお知らせをいたします。本日10時から4時まで海水浴体験を開催しております。うわ、すごい。海水浴体験はオレンジと黄色の旗と V に囲われた遊泳ゾーンでお楽しみいただけます。遊泳ゾーンで泳いでいって、よかったね。遊泳ゾーンの中で遊んでください。やった。お子様は必ず保護者の方が付き添ってください。4時まで OK だそうです。海水浴、お酒を飲んでの遊泳はご遠慮ください。その他、海水浴体験のルールに関しましては現地にあります看板をご確認ください。おタバコにつきましてはお手洗い裏の喫煙所にてお願いいたします。今こんな感じなんだね。また感染症対策として他の人との間隔を十分に取っていただきますようお願いいたします。うー、すごい、カモメ来た。カモメ、イエーイ、最高だね。うおー、最高、熱い。ということでね、海水浴 OK だそうです。よいしょ、最高。こんな感じ、イエイエイ。見えるかな、ごめんね、あんまり見えてないみたい。はい、海水浴ね、4時まで、10時から4時まで OK だそうです。よかったね、最高。はい、ということで無事に到着です。今日はね、もう最高、温度も36度まで上がるそうなので、みんな熱中症対策しっかりして遊びにいらしてください。じゃあね、バイバイ、ありがとね、バイバイ。押せばいい、ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ、ポケットの恋、それと You wanna be my friends, we are, we are the cruise, we are。 全部真に受けて信じちゃっても、肩をされて一歩リードさ、今度会えたなら話すつもりさ、それからのこととこれからのこと、つまりいつもピンチは誰かにアピールできるいチャンス、ぜひ聞かせろに染み取れた
ロマン、それと you wanna be my friends。 We are the crews。 We are リトケの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ポケットのコイン、それと you wanna be my friends。 We are the crew。 We are。 はい、ありがとう。赤いラインで覆われたところが遊泳ゾーンです。はい、よし、本日小松の温度計で36度と気温が大変高くなっておりますので、36度オーバーだそうです。熱中症ご注意くださいとのことです。熱中症の危険があります。こまめな水分、塩分補給や休憩など体調の管理をよろしくお願いいたします。だそうです。手元の温度計で36度と気温が大変高くなっておりますので、36度オーバーだそうです。ぜひね、海の中に行っても熱中症はなるそうです。皆さん水分、塩分気をつけてくださいね。はい、暑いということで、よし、ちょっと待って、これ傘差しながら歩くの辛いのよね。あ、もう一回よっか。ね、か。暑い。もう超綺麗でしょ。すごい綺麗です。なんか海の中にいてもね、熱中症が起きるそうです。皆さん気をつけてね。はい。あ、鼻水出てきちゃった。ちょっと待って、一旦止め。見て、すっごい素敵ね。ちょっと待って、写真撮る。はい、葛西臨海公園の森の中です。わー、木陰が涼しげ。ちょっと座ってみようか。こんな感じ。あ、木陰に入ると天然のエアコンですっごい涼しいです。日向に出るとめちゃめちゃ暑いです。イエーイ。こんな感じ。ほら、こうでしょ。それで、うわー、
外は36度、東京どうよ、東京暑いわよ、私の体温より高いわよ。はい、皆さん気をつけてください、熱中症。でも最高だった、もう最高だった。ただみんな海に行くときも気をつけてね、熱中症。海の中にいても熱中症が起きるそうです。はい、気をつけてね。はい、ここの森の中はね、天然のエアコンで風がめっちゃ気持ちいいです。もう36度オーバーとは思えないくらい涼しい。でも一歩外に出ると灼熱地獄です。暑いです。もうこんだけ差があります。気をつけてね、みんな。はい、最高。かき氷とかラムネとかいろいろあるみたいです。あとドライカレーとか焼きそばとかあるみたい。はい、売店ぜひねいらしてくださいね。暑い。じゃじゃじゃーん。あ、和風庭園がある。じゃじゃん。はい。暑い。暑いのよ。じゃじゃん。もう最近は、日本の真夏は最高だけど、暑いのよ。でも見て、ここのバーベキュー広場は涼しげでしょ。ほら、バーベキュー広場は涼しげなのよ。絶対涼しいと思うよ。よっしゃ。はい、じゃじゃん。あ、涼しい。もうこの差は何っていうくらい涼しい。ありがたや、ありがたや。木陰は涼しいのよ。風が欲しいわ。よっしゃ。なのでね、できるだけ皆さん木陰を歩くようにしてくださいね、木陰。これからね、海に向かう人もすごくいっぱいいる。それで、今はね、遊泳が、海で泳いでもいい機会になったので、よかったね。ぜひ、海で泳ぎたい方は水着とか用意して遊びに行ってみてはいかがでしょうか。よいしょ。かき氷、手裏には並んでまーす。じゃじゃじゃーん。暑い。美味しそうでーす。あー、最高だった。あー、最高。
ゃじ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 ゃよいしょ、ありがとう。最高。こんな感じ？ああ最高。Yes.